お兄ちゃん、起きて。掛け声だけ？おはよう。寝不足なの？徹夜でもしてた？私がお兄ちゃんに聞かせてあげた？難しいけど、それがどうかした？何って？だから？予知能力。そんな超能力持ってるはずないけど、それとも何かの冗談？ごめんなさい。夜中に？何を見たの？獣？それでどうして獣だってわかったの？確かにびっくりしたけど、そもそもどうして河川敷になんか行ったの？それでわざわざ夜中に？呆れた。真冬の夜中に外に出るなんて。熱はないみたいね。
どうして断言できるのよ。けど獣か。夢でも見たって笑われるだけだと思うけど。また。おはようございます。閉めないで。知らない人だったわ。指挟まれて複雑骨折するところだったよ。そんな乱暴にしてないじゃない。エマ、関取を目指せば？なれません。ほらほら見て、私ね、トースト持ってきたんだよ。走りながらパンを加えたですよ。一度やってみたかったんだよね。そういうの一人でやってよね。私は恥ずかしいよ。そうかな。ま、傘で顔隠してたけどね。うん、雪。これからご飯なのに。あ、私はこのトーストで十分だからね。誰もあげるなんて言ってないけど。うん、早めに起きてね。ほら、早く私たちも済ませないと。いただきます。冷め切ったトースト。あ、このカチカチに固まったバターってのはなかなかにおつなもんですよ。どうしたの。うん、今日のご飯はうまく炊けてるわ。あるの。眠気が覚めちゃったよ。どうしたの？みんなして。あ、もしかしてお泊まり会？あれ、おかしいな、デジャビュが。トーリさん、昨日も同じだったよ。弱いんだね。そっか。さっきから憎たらしいな、京介は。京介ちゃん、餅みたいに伸びるね。餅肌ってやつ？
それは違う。サンデーはもっと伸びるよ。ほら、むにーっと。けど、今度からみんなで集まって投稿することに決まったの？私も行ってもいい？じゃあ、今度から行くね。失っちゃったんだね、京介くんは。寝不足？京介、ここまで眠たそうにしてるのは珍しいね。眠気覚まし。目覚めた？残る手段はキッスかな。遅刻しないうちに早く行きましょうよ。よだれ出てるよ。これでよしっと。今日はまだ校庭が綺麗だね。よかった。だったら河川敷なんか行かなくてもいいよね。雪もいいことばっかりじゃないんだね。なんで？わかった。あら、木下くん。何をしてたんです？資料を探していたの。なかったみたいだけど。ううん、いいから。早く行きましょう。
長かったね。お腹でも壊したの？ねえ、今日って随分と賑やかじゃない？もしや、私の知らないうちに今日は遠足だったり？土曜日は半日だからな。で、みんな浮かれてるってわけだ、チキショウめ。半ドン？そうなんだ。でもなんでそれで浮かれるかな？ちひろ不思議っす。なんでってそりゃ、早く帰れて遊ぶ時間が増えるからだろ、チキショウめ。早く帰れると嬉しいのかな、わかんないな。もしかしてみんな学校って好きじゃないの？中間くらいなんじゃないの、普通。好きも嫌いもない程度で。私は好きだけどな、学校。っていうかさ、学校に通う期間なんて一生から見れば短いもんでしょ。だから半日になっちゃうなんてもったいないだけだと思うんだよね、私。そいつは大人の意見だな。セクシー？スカートは短いな。はい、席着いて。なあ、国見、ちょっといいか？